ピアニストの藤田真央です。プログラムの構成にも非常に凝ってまして、はい、ハイドン、それでベートーベン、そしてムソルグスキーと、さまざまな時代の方の名曲をつなれた、プログラムですね、それでやっぱり自分個人としてしたら、あのムソルグスキーの展覧会の絵 を非常に、重心として、やっぱりプログラムの中では一番ね、はい、大変な曲ですよね。大変に大きなプログ対局となっていますので、はい、それをいかにあの聴衆の方たちに、満足していただけるかというふうな感じですかね。ああそうですか、はい、あいや本当にあのプログラム作るのは大変なことですよね。はい、あの先生の角和子先生やあの野島実先生 と、はい、何日か話し合ってそれで決めたんですけれども、はい、あの野島先生曰くこれからはプログラムもあのプロとして見られるようなプログラムの方がいいんじゃないかというふうな、まあ、ご意見があったので、それで古典とそれとあの近現代の、あそれでそのプログラムなさったんですか。はい、そうですか。はい、前この前2013年でしたっけ、リサイタルなさったのは。そうですね、この前ね、はい、津田ホールで、津田ホールでね、はい、あなかなか私気が合わせていただいたけど、なかなか立派な、ありがとうございます。その時はもう中学3年生の時なので3年前だったんですけれども、はい、まあ今からその映像を見た時に思うのは、はい、ああなんて子供な稚拙な演奏なんだなというふうにあそうですか、はい、思うんですけれども、まあ、それからまあ何度も、コンサートやコンクールの舞台を出て、やってきましたので、今度の河合さんでのコンサートは、はいはい、非常にいいようにいくといいなというふうには、はい、思いますかね。ああそうですか、はい、いや本当にリサイタルで数重ねるっていうのはそういう意味持ってるんです ね、 そうですね。やっぱり聴衆との対話、はい、っていうことは大きいですね。はい、まあそこのあそこの河合の表参道のパーズはまたあのサロンみたいな会場なので、非常にお客さんとの距離が近いものでありますので、はい、まあ、そういった意味でも対話っていうのはできたらいいなというふうに思いますね。ああそうですか、はあはあ、次ので2回目ですので、そのこあの会場でやりますのは、はい、なのでまあ、前の時を思い出して、あこんなんだったなというふうに。ああそうですか、はい、それでその前のリサイタルのプログラムには CD になった曲目と重なってるわけですよね。はいそうですね。ちょっとナクソスジャパンさんから、2枚の CD が、はい、出ていまして、最初の方の CD は三好明先生のピアノソナタ、それはあの確かリサイ、はい、前のリサイタルのプログラムと重なってますよね。そうですね、はいはい、これを中心としてその時はプログラムしましたね、はい、それで2枚目はリストの編曲したワーグナーのタンホイザーを収録して、はい、でその前後にベートーベンやプロゴフィエフのソナタを入れました。ああそうですか、はい、これは、はい、あのドイツのあのイエス・キリスト、ベルリンのイエス・キリスト、ベルリンで撮られたんですか、はい、あそうですか、そうです、ね、それがベルリンとどうかとあの日本でも撮ったものが入ってるわけですね、はい、こちらは、はい、愛知県 の名古屋の方でホールで撮ったのがベートーベンのソナタですね。ああそうですか、はい、へえ。ベルリンで撮った時の方はあの教会だったもので、ね、みんなよく使われてますもんね。そうですね、あのアルベート・フォン・カラヤンがあよく使ってましたもんね、はい、あ教会使用したというふうに言われて、優勝ある教会だなと思いまして。で、あとこれからのことについてお話しくださいますか。はい、これからは、まあ、自分個人としてしましたら、はい、あの海外に行って留学したいというふうには考えているんですけれども、はい、まあ、あのまだ力不足っていうのもございますので、はい、レパートリーをいっぱい、作って、それでまた力をつけて、でまたコンクールなどもね、国際コンクールに絞って
いろんなコンクール受ければいいかなというふうには、そういうふうに思ってるんですけれども。で、一番最近は浜松でなさったんですよね。そうですね、その浜松の国際ピアノアカデミーっていうそのコンクールで、はい、1位取らせていただいたんですけれども、はい、その記念コンサートで、あの可愛いの、ああなるほど、表参道でやりますので、ああそうで、アカデミーもなんか中村ひろこさんがね、お亡くなりだったんで、はい、そうですね、まあ、次ひろこ先生が生きてるうちに顔を知ってもらえたので非常に良かった経験ですね。ああそうですね、はい、じゃあ彼女の最後のお仕事ぐらいの時ですねそうですね、さあ去年の3月ですので、はあはあはあ、はい、すごい、ね、多分もうお体も体調も揃わない頃だと思うんですけれども、はい、レッスンなどはすごいパワフルに やっていただいて、非常にありがたい経験ですね。あ、そうですか、はい、本当にね、最後のお仕事としてなさった部分ですからね大事な時に、はい、いや本当にありがたいですね。それで自分の演奏を聴かせて、聴いていただけたっていうのも、うん、いい経験になりましたね。そうですよね、はい、